2015年キックボクシングの日本王者が結集し行われたブレイド55キロ級トーナメント。立ち技最強の看板を背負うこの SB を代表し20歳の王者が出陣した。1回戦準決勝と他団体の日本王者を粉砕した。そして那須川天心相手の決勝で涙を飲んだ。あれからの復帰戦、 SB 日本スーパーバンタム級王者内藤大輝。成人式を迎えた若き王者はその強さにさらに磨きをかける。迎えるキックボクシング団体レベルスより小笠原幸典。レベルスの新人王を獲得しブレイドトーナメントに出場。内藤とは逆のブロックで勝ち進みベスト4まで駒を進めた。その序列を逆転させるために SB 参戦を決意。 SB 王者を食らうか。日本を舞台に勃発する55キロサバイバルウォーズ。若き SB 王者は生き残ることができるか。内藤大輝 VS 小笠原幸典。